だんだん車がちっちゃくなって、ほんで消えました。はい、後ろの車見えてますもん。0キロから停車中も反応するようになってるので、はい、はい、皆さんこんにちは、モーターズの森です。今日はですね、ちょっとサムネにもあったと思うんですけれども、 BSM ブラインドスポットモニター、最近車で追い越し車線とか来た時にこうピカピカって光ったりとかするやつですね。あれがね、どうやら純正オプションとかではなくて後付けでもねできる商品があるってことで、今回サブロックさんの方にお邪魔しております。新商品あるらしいんでね、いろいろ紹介していきたいと思います。モーターズ、早速サブロックの庄中さんにご登場いただきました、はい、初めまして。初めましてお願いします。 BSM っていうのはあまりそもそもちょっとよく分かってないんですけれども、はい、今日トンチンカンな質問いろいろするかもしれないですけれども、はい、どうぞどうぞ、いくらでもよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい、ちょっとうちの視聴者さんで、はい、まだちょっとサブロックさんのことご存じない方もたくさんいらっしゃると思うんで、はい、ちょっと簡単に自己紹介いいですか。はい、サブロック自体は電信の電装屋さんっていうところがあったんですけど、で、はい、車の電気を触ってる会社。そしたらもう電装系は得意やと。そうですね、電装系得意ですし、はい、自分の会社で取り付けもやってますので。なるほどですね、はい、じゃあ今日はですね BSM って言われるものと、はい、デジタルインナーミラーっていうのをね、ちょっと僕も分かんないこといっぱいあるんで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。早速ちょっとまずそもそも BSM って日本語に訳すとどういう意味なんですか。はい、 BSM はブラインドスポットモーションモーションの略なんですけども、はい、ブラインドスポット、はい、要するに視覚。あ、視覚、はい、車の、はいはいはい、視覚で動いてるものを検知して表示してドライバーに教えてあげる、はい、そういう装置になります。はいはいはい、はい、よく純正にはオプションであったりしますよね。あれのことですかね。最近のそうですね、安全装置が増えてきたので、はい、徐々に純正でもラインナップは増えてきましたね。はい、それのアフターバージョンってことですか。そうですね、はい、例えばアルファードでだったら、はい、後期型はついてる車多いけども、はい、前期型はついてない、はい、ましてや20系とかになってきたら、はい、もう存在すらなかった。なるほど。でも自分の愛車は大好き、はい、乗り続けたい、はい、そういった方もいらっしゃいますし、まあ、そうですよね。今のこの納期長いご時世だったら、はい、新しい車買うよりも、はい、今の自分の車はバージョンアップして乗り続けたい。おお、なるほど。そういった方は結構いらっしゃるので、はい、設定がない車を中心に、はい、サブロックの方をつけていただいてます。なるほどですね、はい、僕も BSM 確かに今まで乗ったことがないんで、はい、まず必要性もちょっとあんまり分かってなかった部分もあるんですけれども、ね、はい、とりあえず商品がどういったものなのかということで、はい、パーツとして、はい、どこの部分のパーツになるか教えてもらっていいですか。はい、はい、ちょっと目に見えない部分にセンサーがついてます、はい、おー、なるほど、はい、車の炎後ろ側、ここから視覚に向けて電波が出てます、はいはい、あ、ここなんか電波出てるんですね今、はい、見えないですけど電波が出てます。で、認識してる車が近づいてきます、はい、車と当たる危険性がある速度差になってきたら、はい、検知したら、はい、それをブーッと電波来て、ここのミラー、このミラータイプなんですけど、はい、ミラーが光ります。ミラーのここのマークが光るようになってます。ミラーの角のとこにちょっとなんかマークみたいなのがあって、あれが光るんですね。そうなんです。おー、なるほど、はい、で電波があって光る、はい、ってことはこれミラーごと交換するんですか。ミラーレンズだけですね。レンズだけでいいんですか。はい、はい、センサーつけてもらってここのレンズを交換してもらう、はいはい、なるほど、はい、センサーっていうのはちなみに何か加工するんですか車に。そうですね、取り付けステーだけはつけていただかないとダメな車があるんですけども、はいはい、ハイエースの場合は基本的にここに貼り付けするスペースがあるので。あ、裏側に、はい、はいはいはい、バンパーの裏側のボディの方に貼り付けるスペースがあるので、はい、ここで貼り付いてるんですね後ろに、はい、はい、なのでもうそのまま何も加工なくハイエースはできます。なるほど、はい、車両によっては若干ちょっと加工な場合もありますけども、ね、はい、こういうバンパーに穴開けてこういうセンサーをつけるとかではない。そうですね、よく聞かれるんですけどバンパーはもうそのままです。見た目は変わらないです。変わらないってことなんですね、はい、なので電波がこう飛んでるってことですね。そうですね、わかりました。はい、モーターこの必要性っていうのがやっぱり僕的には普通に今普段運転してるんで、はい、まずそんな資格がまずあるのかっていうことは、まあ、あるのは分かるんですけど、はいはい、そんなつけなあかんほどあるんかっていうのと、はい、何がそれそんなにすごい役立つのかなっていうのが分かんないんですけど、はいはい、どういう場面で役立つのかなと思って。そうですね、主にやっぱり高速道路での追い抜き、はい、追い越し、はい、並走はもちろんのこと、はい、街中
で例えば車止めてます、はい、横を自転車が通ってきました。 ありますよね。そういう時ドア開けております、はい、その時に気づかなかったら自転車とぶつかりますよね。 なります、はいはい、そういった時も役に立ちます。あ、そういった時も光ってくれる、はい、なるほど、はい、あとは左折時に自転車とかバイクがすり抜けて排気室まで舞い込んでしまう場合、あ、左曲がる時ですね、はいはい、そういった時もサブロック光ってくれるので、はい、あ、なるほど、いろんな場面で役に立つので、はい、会社の車でついてるけども自分の車ついてない人とかだったら、はい、車両車で運転して、はい、もう安全性が分かってるんで BC も後からつけたいからサブロックつけてくれっていう、はい、なるほど、そんな人もいるぐらいなんで、ちょっと高級車のイメージありますけど ね、 そうですね、 BSM ついてたらそれがカローラとか、はい、そういったクラスの車もついてきてるので、はい、車用車で使ってる方が普段乗ってる自分のマイカー、なるほどですね、前方のノアボクシーとか、はい、そういった方とかでもつけれるので、なるほどですね、はい、あとやっぱり心配なのは、はい、性能面っていうのはメーカーさんが出されてるその純正の BSM と、はいはい、サブロックさんが作られた BSM っていうのが、うん、性能面でどれぐらい差が出ちゃうんじゃないかなっていうのが、はいはい、ちょっと心配があるんですけど、はい、その辺はどうなんですか。まず電波を出てる時点で、はい、国内の電波法には対応して、電波法、はい、電波法っていうのがいるんですか。そうですね、国内で電波を使う場合は、はい、許可をもらわないとダメなので、はい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 、サブロックの場合はちゃんと電波を測ってもらって、はい、約1年ぐらいかけて、はい、日本の基準に合わせてきました。じゃあきっちりそういう法律的な部分、はい、まあ、電波法自体僕初めて聞きましたけど、はい、車で、はい、そういうのを基準をきっちり通してると、はい、巷に、はい、結構、まあ、僕は買ったことないですけど、はい、そういう BSM の安いのとか出てません、はい、あ、出てます出てます、はい、はい、あの辺はダメなんですか。ちょっと私も分かりかねる部分ではあるんですけども、はい、おそらくそういったものを検査されてない可能性があるのと、なるほど、はい、あとは周波数もいろいろあるんですけども、はい、サブロックはより細かな距離の測定ができる、はい、自動車の純正でついてる周波数と同じ周波数帯のものを使用してますので、はい、じゃあいわゆるメーカーさんが出されてるものと、はい、ほぼほぼもう遜色ないレベルのものを作られてるというところなんですね。そうですね、この前もディーラーの担当の方に乗っていただいて、はいはい、ほとんど違いないねってことでお褒めいただいたので、なるほど、はい、僕のその BSM のまず知識もそんなにないので、はい、しかもこれ電波見えてないし、はい、わからないじゃないですか。ですよね、はい、実際乗らせてもらって、そう、でも率直な感想をもう言わせてもらうしかないのかなと、言っていただいて、はい、はい、モーターデジタルインナーミラーでしたっけ、はい、サブロックさんの方ではなんか特徴的な、そうですね、もうずっと販売してきてますので、はい、日本でデジタルインナーミラーが、はい、あの登場する初期の頃から、はい、え、そんな昔から、はい、ずっとサブロックはやっておりますので、はいはい、すいません、ちょっと知らなかったです。なかなかその当時はごめんなさい、はい、本当にもうずっとやってきて、ずっと改良を加えてきて今がありますので。なるほど、はい、まあ、実際ね、もう今デジタルインナーミラー多分いっぱいね世の中に出てると思うんですけれども、はい、サブロックさんのその品質の良さであったたりとか、はい、っていうのはもう多分ね、こうミラーだけ見ても多分わからないものだと思うんで。そうですね、はい、もうこっから先はね、はい、ちょっと実際こちょっといろいろ走らせてもらって、そうですね、で、まあ運転しながら不安なことであったりとか、はい、その辺もねちょっといろいろ解説してもらいたいなと思うんですけど、はい、いくらでも聞いてください。大丈夫ですか。頑張ります、はい、すいません、なんかもうこんな時間になってるのにいえいえ、はい、じゃあちょっとまあ場所をね移動して、はい、まあその辺、はい、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。実際ちょっとじゃあ車乗ってみて、そうですね、ちょっといろいろ体験しないとこれ多分わからないと思うんで。そうですよね、見ないとわからないと思います。わかんないですよね、はい、なので、まあ、BSM ってどういうもんかっていうのはね先ほどちょっとお話しいただいたんで、はい、まあ、実際今からちょっと運転してもらって、はい、いろいろちょっと追い抜くシーンとかでね、ちょっとどういう作動するのかをちょっと見てみたいと思います。で、実際お願いします。はい、お願いします。はい、まあ、実際ね、ジムニーにはこの BSM っていうのはオプションもないですからね。そうですね、前提がないので四角に車が入ると、はい、ブザーと光で教えてくれます。なるほどですね、はい、ブザーの方はまたオプションの設定があるので車速、はい、に連動して、はい、オフってのもできるんですけども。あ、そうなんですか。はい、今は常にオンで。なるほど、わかりやすくちょっとじゃあオンで。ちなみに篠中さん、こういう今たまたま雪降ってるじゃないですか、はい、この雪とか、はい、雨とかって大丈夫なんですか。なんかそのセンサーとかなんか反
の年ですか。そうですね、前方のモデルであれば、はい、雪とか雨とかにどうしても誤作動を反応してしまうことがあったんですけども、はい、あの新型に変わりまして、はい、使ってる周波数帯とかも変えてきましたので、はい、そういったものがほとんど皆無になってます、はい、ですので今もバンパーが濡れてるんですけども、そういったことがないようになってます。なるほどですね。まあじゃあ市販のもので他のつけようとしたらそういうの誤作動を起こすやつもあるかもしれない。そうですね、はい、サブロックさんとかはもうそれはないような、はい、ちゃんとしてると。そうですね、誤作動がないようになってます。はい、今ちょっと直線なんですけどね、結構こういうところでもバンバン抜かれますよね。そうですね、そういう時に。あ、もう今光ってますね。こういう感じで。あー、なるほど、はい、なるほど。わ、これはもう全然あるかないかでえらい安心感が変わりますもんね。そうですね、もうないとわからない時があるので、はい、なるほど、はい、でまあ BSM とかってあまりねつけられてことない方とかも多いと思うんですけど、はい、まあ、そのウィンカー出して合流する時とかもルダーで教えてくれたり。そうですね、今は光だけでなってたと思いますけども、はい、合流の時はウィンカーが出てると思いますので、はい、ウィンカーでちゃんと教えてくれます。あー、なるほど、はい、もう今これが結構主流になってるんですよね、新しい車。はい、でこの主流になってる安全装置が車種によってオプションであったりなかったりと。そうなんです、っていうのがあるんですよね、はい、で今回サブロックさんの方では、はい、まあ結構たくさん乗られてるだろうジムニーと、はい、ハイエース、はいはい、こういったところで後付けできる BSM、はい、電波法通したり、はい、車検とかも問題なく、はい、そうですね、はい、これ皆さんどうですか、多分欲しいなと思ってた人多分結構いるんじゃないかなと。そうですね、モーター、まあ実際もうはっきり言って資格とか、はい、まあ作動どうやってしてるのかって、うん、もう見ないと分かんないじゃないですか、はい、なので実際資格って一体どういうもんかと、うん、いうのをちょっとまず確認したい。そうです、資格を体験することがまずないと思いますので。 そうですね、そんな行動でやっても危ないし、危ないです、危ないんで、はい、安全な状態でちょっと確認したいんですけど、はい、ハイエースが今そちらの横にあるんですけど、こちらの車両に乗ってる体で今ちょっとこのハイエースとジムニーの位置関係がおそらく高速道路で走る車線をイメージした、ね、これが2メーターなので車が2メーターか75センチらしい、はい、そうですね、これぐらいだと思います。これぐらいの距離感でおそらく高速道路を走っているだろうというところですね、はいはい、なので実際じゃあ僕がじゃあハイエース乗りますね。でこのジムニーが後ろから来たら消えるんですか。消えると思います。消えます、ね、消えます。はい、こんなん見えるでしょ。よくあるような環境だと思うんですよ。はい、わかりました。じゃあそれが後ろから来てたものが消える瞬間があると、はい、ありますいうことですね。はい、じゃあわかりました。じゃあ消えたらじゃあ僕手挙げますわ。はい、一旦止まった状態で、はい、まず視覚っていうのが本当にどこに存在するのかっていうのを確認したいと思います。モーター、はい、そしたらですね、今からちょっと視覚とやらですね見てみたいと思うんですけど、今ねミラーにバッチリちょっと映ってるんですけれども、こっからじゃあね移動して消えたら手を挙げるというとこですね。じゃあ今スタートしてもらいましょう。ゆっくり、まあまだ見えてますね。まあ全然見えてますよ。ちょっと車半分ぐらい消えましたね。なるほど、やばいな。はい、モーター、実際今僕が座ってた席から、はい、ジムニーがミラーから消えました、はい、最初映ってました、はい、で横に来れば来るほど、はい、だんだん車がちっちゃくなって、ちっちゃくなって、ほんで消えました、はい、まるっきり映ってなかったんですけど、はい、それが今この位置関係です。そうですね、はい、はい、これやばくないですか。そうですね、これ合流と見ていただいたら、はい、こういう時に当たってしまうんですよね、車が。確かにハンドル切ってこういったらもう当たりますよこれ。そうですね、しかもちょっとこっちがスピード出て、まあ、はい、追い越し車線こっち側ですから、うんうん、追い越す時にガーンっていっちゃいますよね。そうですね、この距離に近づくまで高速道路で結構スピードが出てるんで、はい、一瞬なんですよね、はい、だから死角に入るのも一瞬、はい、で危ないなと思って逆にブレーキとか踏むとこのまま並走してしまうんですよ。なるほど、じゃあその状態でキーっていってしまって当たってしまう、はい、なるほど。なのでサブロックはその前の状態から車を補足して、はい、ミラーで光り続けて死角、はい、を教えてあげる。なるほど、なおかつウインカーを出してあげることによって、はい、ミラーで見た時パッと一瞬しか光らないと思うんです、はい、でもやっぱりそれって目だから見落としってことがあると思うんですけども、はいはい、音でもちゃんと教えてくれるんで。なるほど、はい、危険を教えてくれるというはっきり言って、まあ、運転は長いことやってるんで、はい、大丈夫やろと思ってるんですけど、はい、うんうん、実際消えたら怖いっす。怖いでしょうね。
まさかと思うと思うんですよ、みたいな、はい、信じれなかったんで、はい、まだ車やからちょっと物体が大きいからいいんですけど、これバイクとかやったら、はい、そうです、バイクだとこの距離とか全然普通に走ってるバイクいますからこれで100キロ近いスピードで動いてたら、もう一瞬のミスでもうガチャンってなっちゃいますよね。そうですね、追い抜きの一瞬なんで、ミラーを見ていないと思っても、はい、その瞬間にもいるので。なるほど、サブロックさんところの商品をつければミラーには映ってないけど点灯している、点灯してる、そのシーンもおそらくブザーも鳴ってると、はい、いうことですね、はい、そのタイミングっていつ起きるか分かんないんですけれども、はい、起きた時にはもう事故になっちゃってるので、うん、もう絶対ね、こういうね安全装置やっぱ皆さんつけたい人たくさんいると思うんですよ、はい、でもオプション設定がない車種もかなりある、あるとあります。なので乗りたい車と安全装置がセットになってないんで、はい、もうそういった時はね、サブロックさんにちょっと相談していただいて、ね、はい、実際今回ね資格っていうのをね確認できたんで、はい、まあ、あとはね安全運転しながら、はい、今ちょっとこの場所から、はい、サブロックさんのところまたちょっと帰るまでに、はい、ちょっと僕もねちょっともしよかったら体験して乗らせてもらいたいんで、じゃあちょっといろいろね乗ってみたいと思います、はい、お願いします。はい、庄中さん、そしたら今ちょっと庄中さんドライブで、はいはい、実際ジムに乗ってるんですけれども、はい、まあ、こういう高速の合流、そうですね、高速乗ったら高速の合流とかにも本来、はい、まあ、さっきの距離感っていうのがあるんで、はい、車がまあ今は来てなかったですけど、はい、来てたらピピピってな教えて、あ、ピピピはないか、ウインカー出した時はピピピって教えてくれる、ね、はい、今は走行車線走ってる状態で、はい、あ、今光った、そうですね、まあ、これは大きいからね、はい、トラックやったんですけど今大きいから良かったですけど、今電源、ね、横の車どんどん無視してくれてるんですけども、はい、反応してますので、全部レーダーが、そうですね、要は四角に一瞬入って消えるけれどもちゃんとランプがついてると、はい、そうですね、いうことですね、はい、高速道路本当にさっきも言ったように一瞬で追い抜きが入ったりとか、はいはい、1秒の間に進む距離が大きいので、はいはい、インナーミラーに関してもこの広角ですね、はいはい、で今から西日が強い時間帯になってくるんですけども、西日がバッと入っても光がずれないように、単色が見えるように作られてますね。ていうかしかも結構クリアっていうか明るい、そうですね、しっかりと見えてると思います。はい、はい、そしたら今まあ走行車線走っているんですけれども、今ここハイエースが通り過ぎたりとかして、やっぱちゃんと光ってますね、はい、なるほど、横並んでるんですけど、そういうのを光り続けてる、はい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 、さっきの視覚のどこにちょっといても、はい、最後に渡るという、これ多分僕の想像やとその夜とか、はい、見にくくなる、もっと見にくくなります、なるので、もう機械的にランプとブザーで、はい、教えてくれるっていうのはやっぱすごい助かると思うんですよね。あと雨の日とか、はい、天気悪い時とかも、そうですね、雨の日とか雪の日とか、はいはい、どんどん悪くなっちゃう、そうですね、視界が、はい、雨とかであったら窓ガラス向こうのドアミラーレンズも、はい、雨で濡れてしまって見えにくいよっていう時もあるんですけども、はい、じゃあ後方視界が悪くなるんですけども、はい、ちゃんと光ってくれるので、ああ、はい、なるほどですね。雪の日にヒーター回路がついてるんですけども、はい、ヒーター回路をオフにした状態で走行した映像があるので、はい、どういう風に見えるのか見ていただければ、あ、なるほど、はい、雪で真っ白になってしまったミラーでも、はい、ちゃんと四角にいる車が分かるという、従来モデルは並走状態で光ることがなかったんですけども、はい、新モデルになってから並走状態であったりとか、はい、追い抜きの状態であっても光ってくれるようになるので、はい、あ、じゃあ消えたからって安心してまたキュッて入ろうとして危ない時もあるってことですね、はい、こういう時にウインカーを出すと、はい、こういう音で全部教えてくれるので、なるほどなるほど、はい、あ、これはちょっと安心感ありますね。そうですね、近くに入ってしまった時とかでも分かるので、はい、あとはまあそのさっき言われてたその電
電波法ですか、はい、そういう法律的なものもこの製品に関してはきちっと試験といいますか法律をちゃんとクリアしていると。そうですね、電波法のテストっていうのがあるので、はいはい、しっかりとその範囲内に入っている電波を使っているので、はい、車検であったりとか、はい、あとディーラー整備とか、はい、そういったところに持って行っていただいても、はい、面倒を見ていただけますので。うわーすごいな。確かにね、そういうのは大事ですよね。そうですね、便利やけど、はい、法律にのっとってなかったらね。そうですね、どうしても電波法を通ってないとやっぱりディーラー様とかでも最近はやっぱり言われてしまいますので。なるほど、はい、これはやっぱ皆さん安心して商品買うときそういうのはすごい大事なんじゃないかなって。まあそもそも知らないですしね、電波法があの必要っていうのも。そうですね、なかなか、はい、伝わらない部分であるんですけど、電波を使ってる商品なので、はいはい、あとはまあその適合車種っていうのも、はい、まあ、今はまだ少ないかもしれないです。今後広げていったりとかも。そうですね、どん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 広げていく予定になってるんで、はい、なので純正オプションで設定がなくて不安に思っておられる方とかも、はいはい、サブロックさんにちょっと聞いてもらって。そうですね、後付け可能なのかどうか、はい、相談していただくのもいいんじゃないかなというところですね。なんか言い残したこととかあったりします？そうですね、インナーミラー今からトンネル入るので、はい、暗闇と、はい、その明暗差が激しいので今。なるほどですね。特に西日を今出てるので、はい、西日の中で明暗差があって、はい、なおかつトンネルに入るという、はい、インナーミラーでは結構辛い環境が今から起こるので、はい、見ますね、ちょっと補正を、はい、はい、入りました今。しっかりと後ろのトラックを捉えてるし、ちゃんと見えてますよ。はい、素晴らしい。お客様に言われるんですけども、はい、スモーク入ったらどんな感じって言われるんですけども、はい、でこっからポーントンネル抜けました、はい、もうあちゃんと補正かかって、補正かかりましたね今、はい、ちょっと補正かかった瞬間も分かりました、ね、そうですね、はい、スモークのフィルムの中でこういう風に見えるので。なるほど、はい、今度はまあちょっと次パーキングありますんで実際僕も体験させてください。お願いします。モーター、はい、そしたら今ちょっとドライバーチェンジしまして、今ちょっと隣の車があんまり追い越さないんですけれども、こういう状態でも常についてくれてるというところかな。そうですね、はい、今ね後ろからね西日がビカー来てるんですよ。これジムにスモーク貼ってるんで、ちょっと後ろからね見た時、実はねスモーク越しに中のインナーミラー見えなかったですよ。お、今ビビ、あ、来た。あ、なるほどなるほど、ちょっと追い越したタイミング。まあまあ言うたら横の位置ぐらいでも。そうです、横の位置でちょうどあれ合流の時だったらあれに当たるんで。ああ、なるほどですね、はい、ちょっと追い越しの準備でウインカー出したんですけど、はい、まあ、それでもちょっと安全な状態でちょっと、まあ、ブザーまで鳴ってくれるのはもう確実ですね。そうですね、僕とかだったら、はい、この車と車の間にこう戻すことが、はい、走行車線戻すことがあると思うんですけども、はい、その時もやっぱりこの光を見ながら安全な距離を取れてるかっていう確認もできるので。なるほど、はい、あ、なるほど、はい、走行車線に戻る時も横ぐらいやったらもうちゃんとなってくれる。そうなんです、サブロックの BSM の特徴なんですけども、はい、車の後ろ、かなり後ろから、はい、センサー自体は車を捉えてるんです、はい、あー、なるほど、はい、で車と自分の車との相対速度差っていうんですけども、スピードの違いですね、はい、こう計測しながら、はい、もうこれ以上でもし車線変更したら危ないよっていうところで、はい、LED が光るようになってます。なるほど、はい、なおかつそこでウインカーを出すとエラー音が鳴ってくると。なるほどですね、はい、で純正との違い、このブザーが鳴る鳴らないなんですけど、やっぱりそこも結構大きいんで。あー、はい、純正やとならない、ブザーがついない車が多いですね。あー、光るだけ、はい、あ、確かに今トンネル入ったんですけど、はい、あ、後ろも車見えてますもん。そうですね、これって普通のミラーの状態にできるんですか？鏡の状態、ちょっとそれをやってもらったら、はい、多分違いがカメラマンさん捉えてくれたら分かると思うんですけど、これ今ミラーの状態、はい、角度があれかで、スモークが張ってるんで、はい、結構暗い感じなんですけど、これ
れをデジタルインナーミラーに塩中さんセットしてもらっていいですか。はい、入れてもらうとこうなると、はい、全然人間の目より優れてるじゃないですか。そうです、西日がもうねバチバチ当たっても夕日が当たっても、はいはい。ちなみにこれ今ミラーの中のレンズごと変えてるじゃないですか。はい、これ例えばピラーにつけるモニター、はい、つけるタイプっていうんですかね、はい、ああいうのだと車種選ばないってことなんですかね。そうですね、あの窓ガラスの横側にはピラーって言うんですけども、はい、ピラーに貼り付けるタイプであれば車種を問わないです、はい、なるほどですね、はい、もうどの車にも対応するという感じですかね、はい、いろんな車つけております。はい、駐車スペースがあるところで止めた時に、はい、ドアから降りる時にすり抜けの自転車とか、はい、サブ6の場合は特に0キロから停車中も反応するようになっているので、はい、なるほど、はい、止まってるとこに横自転車すり抜けの時とか、はい、扉バンって開けたらドーンってやられちゃいますもんね。そうですね、純正とかは、車速連動とかになってしまっているので、はい、光ってくれないのが多いんですけども、今ちょっと増えてきてはいるんですけども、はい、サブ6は0キロからちゃんと反応するので。なるほどですね、はい、それはちょっと安心感ありますね。そうですね。はい、そしたら塩中さん、はい、今日一日どうもありがとうございました。ありがとうございました。もう見ての通りこんな時間になりましたけれども、そうですね、いろいろ回って、はい、こんな時間になっちゃいましたけども、はい、でもすごい分かりやすかったですね。あ、そうですね、いろんな実際走ってシチュエーションで、そうですね、はい、実際走ってみてできたん で、 そ、 うです、ね、それは良かったのかなと思いますね、はい、まだ一般的にご存知ない方もたくさんいるかもしれないですけども、うん、こういうのがもう安全装置として後付けもできるんで、はい、今乗ってる車でこんなんつけれたらいいなと思ってる方は、まあ、ぜひね、はい、サブロックさんの方に、まあ、車種も頑張ってやってくれはるかもしれないんで、そうですね、いろんな車種はやってるんで、はい、ありますよね、はい、でまあ、ピラーのやつもあるんで、はい、汎用品もあるんで、はい、こういったのねちょっとご相談してみてください、はい、でなんか最後一言言い残したこととかあれば。サブロックっていうブランド、これからもどんどん盛り上げていきますし、はい、安全装置盛り上げていきますんで、はい、サブロックどこでつけれるのとかっていう声、はい、よく聞くんですけども、はい、全国の量販店さんで購入していただくことはできますし、はい、取り付けの相談もしていただいて、はい、こういう商品なんだけどつけれるかなって聞いていただければ、はい、車屋さんでも販売できるルートは持ってますので。わかりました、ぜひご相談していただければと思います。その辺も含めていろいろ相談してください、はい、ということですね、はい、今日の動画良かったよって方は高評価ボタンとチャンネル登録をバーンと押してください。あとですね、サブロックさんの情報に関しましては概要欄の方に貼っておきますので、そちらをご覧ください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。いやー、雪の中に行くとは思いませんでしたよ。そうですね、まさか雪が降ってでもいろんな環境を見れたんで、西日も見てもらえたし、はい、よかったですね。よかったと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。